野村裕樹、1969年6月30日隊は、広島県広島市出身の元プロ野球選手、コーチ、野球評論家。入団3年目までは本名を、登録名としていた。1990年代の対応、横浜で、主力投手として活躍。1998年の横浜の日本一の際も、エースとして活躍した。父親は、 高領高校野球部 OB で厳しく、小学校2年から、リトルリーグ、広島中央リトルで野球をさせられた。一つ上の学年に、元広島、阪神の金本智明、二つ上の学年に、お笑いタレントの山本圭一がいた。野村は、同チームのエースで4番だったが、一年で、ボーイズリーグの広島ジャガーズに移籍。広島ジャガーズは、小畑氏の実定。 小葉副生が長年監督を務めている。高校は PL 学園に入学。桑田雅美、清原和弘らを要して夏の甲子園を制した後の新チームではエースナンバーを背負い、秋の大阪府大会、近畿大会に出場している。1987年、桑田泉、立浪和義、片岡敦志、橋本清志、 宮本信也らを揃えた協力チームのエースで4番打者として、史上4校目の甲子園春夏連覇を達成した。しかし、高校時代はスタミナがなく、系統により途中降板して、左翼手に回ることが多かったが、打つ方では、練習試合も含めて、高校通算53本塁打をマークしている。野村、橋本、岩崎光弘の3投手の活躍は、3本の矢と、 呼ばれた。東洋大学への進学も検討したが、このドラフトでは12球団からプロ入りのオファーがあった。ただし、そのうち19球団は野手で指名したいという話であり、投手として評価したのは太陽と近鉄バッファローズの2球団であった。1988年10月2日の対広島戦でプロ初登板で無支給完封勝利を挙げる。 1989年は、開幕からチャンスをもらって33試合に登板し、先発のマウンドにも12回立ったがスタミナ不足から、中盤に捕まることが多く、成績は3勝11敗で、防御率5.89と期待を裏切った。以後、トレーニングによって、関東能力を含めて、多大なスタミナを身につけた。1990年、 プロ入り初の二桁勝利を挙げる活躍を見せ、オールスターゲームにも初出場。この年は、大巨人戦で5勝を挙げている。1991年は2年連続二桁となる15勝。1992年、開幕投手に抜擢されるも5勝。1993年には17勝で最多勝ち。1994年は、シーズン通して、 肘痛、腰痛に悩まされ5勝5敗と不振に終わる。1995年に2度目の開幕投手。前年同様に肘と腰の不調で4勝7敗と成績不振。1996年は10勝で3年ぶりの2桁勝利を記録。1997年7月1日の対中日戦では5回までパーフェクトピッチングを見せる。 6回一死から鳥越祐介に初ヒットを打たれたが、続く角倉健を平殺打に打ち取って無失点に抑えると、その後も高投を続けて8回を一安打、無死球という完璧なピッチングを見せた。9回は佐々木和弘が3人で片付けて野村佐々木で打者27人の順完全試合を達成した。 シーズンでも4年ぶりの完封勝利を記録し2年連続の2桁勝利を記録、チーム7年ぶりの A クラス入りそして18年ぶりのシーズン2位に貢献した。1998年は3年連続2桁勝利となるチームトップの13勝を挙げ、チーム38年ぶりリーグ優勝、日本一に貢献。同年の日本シリーズは開幕投手に抜擢される。 西武打線を5回まで無失点に抑えて、期待に応えると、この大舞台でも4回裏に3連打のきっかけになるに、塁打、5回裏には、ダメ押しのきっかけとなるに塁打を放つなど西武を圧倒した。結局、6、7回と2点ずつを失い、7回途中でマウンドを降りるも、チームとして38年ぶりの日本シリーズ勝利投手に輝いた。しかし、 自身2回目の先発となった第4戦では一転して、西武打線に捕まり、6回で、5敗戦投手となった。1999年は、左肘手術により、シーズンを棒に振る。2001年8月の対巨人戦で1失点、関東勝利し、早抜き投手では、斉藤明夫以来の14年ぶりの通算100勝、達成。 1998年シーズン終了時に94勝を挙げていたが、左肘故障の影響で記録達成に時間がかかってしまった。これについて野村は到達しても嬉しくないほどかかってしまったと答えている。2002年に左肘の故障が再発し、現役を引退。 シーズン終盤に引退試合が行われ、当時シアトルマリナーズに在籍していた元チームメイトの佐々木和弘から花束を手渡されている。2003年、湘南シーレックスの投手コーチに就任。2004年にベースターズの投手コーチに昇格。2005年オフ、阿波野秀幸の投手コーチ昇平に伴い、横浜投手コーチを退任。2006年は、 日本放送 TBKJ スポーツ野球解説者、産経スポーツ野球評論家を務める。2007年、横浜ベイスターズの投手コーチに復帰。2008年、2009年は2年連続して、セリーグ唯一のチーム防御率4点台を、2010年は12、球団ワーストの防御率を記録するなど投手陣の成績は低迷し、同年限りでの対談となった。 2011年からは再び、日本放送、TBK、J スポーツの解説者に産経スポーツ評論家、及びフジテレビ、スポルト、のレギュラー野球解説者を務めた。2012年より、フジテレビ系列の野球中継である、エンジョイ・ベースボールや、スワローズ・ベースボール・ LVE にも出演するようになり、フジテレビでの活動が多くなっている。 2016年からは、読売テレビゲスト解説者、TBS チャンネル、スポナビライブの解説者も務める。2014年1月に、学生野球資格を回復。2015年2月からは、オービリン大学公式野球部の特別コーチに就任した。ここでは、佐々木選手を指導した。右利きだが、星ヒューマへの憧れから左投げになったという。ペン。 ハサミ等の日常生活はすべて右利きとのこと。球速は前世紀でも時速 145km 弱で特に優れた変化球を持っていたわけでもないにもかかわらず通算で998奪三振記録を上げている。野村の武器は制球力と投球術であり、ストレート、スライダー、スローカーブ、シュート、スクリューボール、フォークボール、 SFF などの多彩な球種を左右に投げ分けることで、打者を抑えていた。また、投球テンポが、速く、まさに、ちぎっては投げ、ちぎっては投げという投球スタイルであった。これは打者に考える時間を与えないようにする意図も、あったという。横浜優勝時のゴンド博監督から、絶大の信頼を受け、1998年の日本シリーズでは、野村、 斉藤隆三浦野村、斉藤隆河村野村という野村に3回巡るローテーションの先発予告をしている。また野村は打者としても優れており相手投手からは打者並みの配球をされるほど投手としてはかなり高い打率を残した。高校時代は強豪の PL 学園高校で4番打者を打っていただけあって投手でありながら高校時代には 練習試合も含めて、高校通算53本の本塁打を放つなど、野主顔負けの打棒の持ち主でもあった。シーズン中盤まで3割近くをキープしていたシーズンもあり、1996年4月23日の大阪神戦では2失点完投、打っては2点ビハインドの7回裏に、船木清氏から3ラ乱本塁打と、一人前台の試合もあった。 優勝した1998年も、規定投球回の到達年では最高の打率。250と、他にも1本塁打、8打点という野手並みの成績を残している。また、野村監督時代のヤクルトでは、打者、野村をいかに抑えるかというテーマのミーティングを行っていたという。高校時代から禁止でやるためにメガネをかけているが、プロ入り後は、試合中のみ。 コンタクトレンズを着用している。PL 学園高校時代の同学年には、鍋山高博もいる。次男、野村正弘は、大リ林大学を経て、2021年に、ベースボールチャレンジリーグの神奈川フューチャードリームスで、外野手としてプレーしかし、同年限りに、2人引退している。打率19、19692アン6本塁打47。 ラテン1盗塁、ありがとうございます。